湖から流れ出る小川ハミルトンプールはアメリカ合衆国テキサス州のオースティンにある半地下の湖。数千年前地下水脈の通る洞窟が侵食で崩壊してできた。テキサス州オースティンの西約3 7トルの地点テキサス州道71号線の脇にあるピクニック、ハイキング、水泳、自然観察などを楽しむことができる。見どころはドームの上、 高さ14メートルから流れ落ちる滝である。亀や小魚などが生息しており、厳しく保護されている。ある種のラやクスノキの仲間が自生している。トラビス軍立公園となる前は、私有地であったが、湖やドーム、パードナレス川に注ぐ森に囲まれた小川への観光客の立ち入りは認められており、観光客はドームの上から湖を見下ろしたり、湖へ歩いて降りることができた。 ドームの上から湖へ飛び込んだ現地の大学生のことがよく話題になった。現在は街頭部分への立ち入りは禁止されている。1990年の映画ザホットスポットで女優のジェニファー・コネリーが湖で泳いでいる。2007年の映画ティースで何度も登場した。ありがとうございます。